リチャード・ロー・シマヨのベッケラーどうこんにちは。リチャード・ロー・シマヨのベッケラーのお時間がやってまいりました。はい、今回ですけども、もう私がずっとやっている大好きな漫画のおすすめのコーナーでございます、ベッケラー。はい、今日ご紹介するのは、こちらの最新刊ですね。はい、キングダムという漫画になります。はい、連載はヤングジャンプというですね、雑誌で連載しておりまして、2006年、もうだいぶ前ですね、2006年から連載してます、週刊です。はい、で、当時私がヤングジャンプ、今はもう買ってないです、ヤングジャンプを買ってた時にキングダム始まる4みたいなのが、まあ、ありまして、でそこからああ面白いじゃんみたいな感じで、来たら54巻ですもん。はい、54巻です。はい、でしかもですね、このキングダムなんですけれども、もう始まりました。映画化してます。アニメはもう始まったんですけど、あ、映画になんねんやって、お金だいぶかかるでとか思いながらね、ちょっと心配は勝手にしてるんですけども、時はですね、あと昔の中国です。昔の中国を題材にして、で、まあ、知ってる人はもう大体知ってると思うんですけど、始皇帝というですね、まあ、国の王様が、特に国の王様がいるんですけど、まあ、昔ちょっと中国分裂してて、そのうちの一つの、まあ、王様なんです。で、その王様が、始皇帝、まあ、秦という国の秦王の、永世という王様ですが、まあ、始皇帝で検索すると結構ね、なんか悪い評判ばっかりなんですけども、その始皇帝はこれです。はい、若き頃。これですね、たまたま表紙飾ってるんですけど。今まで始皇帝って結構悪者とかで書かれてたんですけども、今回の始皇帝さんは若い頃からずっと書いてるのもあるんですけど、まあ、まあ、色男です。で、この横にいるのが、主人公の、秦という主人公なんですけど、まあまあ、言い方変えれば喧嘩強いですよね。喧嘩強い秦君と、ひょんなことで知り合いになったこの王様との、まあ流れで、まあ、王様はあんまり戦場出ないんで、ほとんど秦軍がずっと戦場にいてわちゃわちゃやってるんですけども、その戦場の中で起きてる、まあ、ちょっとファンタジーですよ。いかにあまりにも昔の話なので、名前が出てくる人はちょいちょいとその本当の名前を使ってるんですけど、まあ、実際の戦場で起きてることの結論以外はほとんどファンタジーで、おそらくいたであろうっていうこの秦、李信という、まあ、武将も、まあ、そんな細かく描写が残ってるわけではないので、まあ、ほぼファンタジーなんですが、54巻まで行くということはですね、やっぱり人気があり、映画がなるということは人気があるということで、で、まあ、なぜこれの漫画54巻まで続くほど人気があるんだろうと、まあ、私なりにベッケラーすればですね、非常に分かりやすいです。分かりやすいのが第一点。で、分かりやすい、なぜ分かりやすいかというですね、まあ、結局、この主人公が頑張って、わいってやるわけです。まあ、友情とか努力とか、まあ、ちょっと昔よく流行ったやつなんですけど、で、2006年ぐらいの、ちょっとあんまり細かいところで漫画がどれがあったかってのは覚えてないんですけども、一時そういうのがちょっと、廃るというか、あんまりなかった時代なんですね。そういう分かりやすく王道と呼ばれるような、主人公がドカーンといって成長していって、こう勝利をつかむみたいな分かりやすいのではなくて、このキングダムはまさにそこにあったわけでございます。で、しかも私が個人的に好きな歴史がちょっと絡んでましたので、非常に読みやすいということで、まあ、あれやあれという間にもう54巻まで行ったんだと、まあ、非常に感慨深いもので、ここまで続くとは思わなかったのでびっくりしたんですけども。で、そして映画化です。はい、で、この作者なんですけれども、もう2006年からほぼこのキングダム1本が、まあ、代表作なんですけども、今、私と同じぐらいの年齢ですね。で、デビューが遅かったんで、まあ、この54巻の巻末の方に、そのちょっとデビュー当時のことの思い出を振り返って、まあ、書いてくれたりもしてるんで、ちょっと興味あったら読んでいただければと思うんですが、まあ、大変だったと。で、この方の、まあ、すごいところ、この作者ですね。作者のすごいなと思うところは、もちろんまあストーリーもね、みんなに魅力的で54巻まで続くのもあるんですけど、非常に馬、非常に人、鎧
血しぶきっていう世界がずっと続く戦争を書くにあたって、まあ言ってしまえばこの周りの中でたくさんの人間書かなきゃいけない、馬書かなきゃいけない中でほぼ連載を続けて週刊連載で、やっております。なので安泰です。私が好きな漫画はほぼね何年に1回しか出ないような単行本が多い中で、このキングダムはちゃんと定期的に4ヶ月に1回ぐらいで雑誌単行本出してくるんで、非常に漫画読む方としてはありがたい。そしてすげえなと思います。もうね、細かい描写とキャラの書き分けももう限界が来てね、結構似たり寄ったりのキャラクターが出てきて、ちょっと今不安になってきてるんですけども、その中でずっと連載を続けているっていう方でございます。はい。このキングダムですが、まあ、ちょっとごめんなさい、映画を見れるかどうかちょっとわからないですけれども、非常に54冊読むのは非常に大変だとは思うんですけれども、まあ、何かしら機会あれば、王道は読みたい。ちょっと歴史が好きだとかですね、そういった方がいれば非常にそのど真ん中にズーンといる漫画で、あると思います。女性も結構人気あるそうです。私の近くには全然いないんですけれども、はい、このキングダムという漫画が、54冊いったこの漫画が、今回のベッケラーでございました。でも54冊、まあ、全然続いてもらって100冊ぐらいいくんだろうなと思ってるんですけどもね、だんだん部屋を圧迫してくるんで大変だなと今ちょっとドギマギしておりますが、はい、これからも楽しんでいきたいと思うわけでございます。今日はキングダムでした。映画化おめでとうございます。はい、というわけで、今回の島山のベッケラーは大好きな漫画のお話でした。100回までにもう一冊何かあるかな、紹介できればと思いますけど、よろしくお願いいたします。はい、それでは今回はこれまで。